オカリナ、オカリナ、オカリーナは、エアリード、無公式の笛であり、記名楽器の一種である。発音に、唇の振動を用いないので、旧来の楽器分類法では、陶器やプラスチックなどで作られていても、木管楽に分類される。リコーダーやフルートなどとは共振系の形状が異なっており、音響学的には、ヘルム・ホルツ共鳴器と呼ばれるものに、 極めて近い特性を持っている。オカリナ、オカリナという名称は、イタリア語の、オカ、ガチョウに由来する造語で、イナは、小さいを意味する設備語であるから、小さなガチョウといった意味合いである。イタリアや日本においては、名称から類推される通りの類的状の形をしたものが一般的だが、丸型や角形などのオカリナも存在する。指穴の数や配置も決まっているわけではなく、 6個から13個程度の指穴を持つオカリナが多い。外形だけでなく指穴の数や配置まで自由に変更できるのは口術の発音原理が関係している。オカリナは手で持って演奏する楽器であり、音高を変えるためには指穴を開閉しなければならないの持ちやすさ、より良い音楽しさなどを求めて様々な形態が生み出されてきたのである。 材質もまた様々であるが、素焼きの陶器で作られているものが多く、比較的容易に自作することもできる。コカリナと呼ばれる短い円筒形の笛は、木で作られたオカリナである。オカリナは、歌口付近の構造がリコーダーとほぼ同じなので音を出しやすい楽器であり、簡単な曲はすぐに演奏できるようになる。しかし、リコーダーと同様に息の強さや気温により、音高が変動する上、 高音側での楽器の支え方に少々骨を要するので、吹きこなすにはやはり相応の訓練が必要である。音域が1.5オクターブ程度と狭いため、楽曲によっては異常したり、音域の異なるオカリナを使い分けるなどの工夫も必要になるが、これを改善するために、ダブルオカリナあるいはトリプルオカリナなどと呼ばれる複数間オカリナも作られている。 連続した音域を持つ2つ以上のオカリナを一体に成形したもので、歌口が横一列に並んでおり、ハーモニカのように左右にスライドさせながら演奏する。トリプルオカリナは、低音域、中音域、高音域を持つ3つのオカリナからなり、ほぼフルートに匹敵する広さの音域を持っているので、演奏できる曲の幅が大きく広がる。しかし、各音域の境界における、 運動性能は良いとは言いがたく、このため曲によっては演奏の難易度がかなり高くなるが、最高音まで発音は容易である。オカリナに似た楽器の起源は、マヤ文明にまで遡ることができ、亀の形をしたものが発掘されている。中国や中央アメリカなど多くの文明にも同様のものが見られる。16世紀に、 アステカの楽器がヨーロッパに伝わり、1860年頃に、イタリアの1836年1925年の手で改良されて、ほぼ現在の形となった。オカリナの音は、歌口から吹き込んだ息の束、エアビームがエッジに当たることによって発生するのであるが、一般に楽器が十分な大きさの音を出すためには、振動源、霊神経だけでなく、共神経、 共鳴系が重要な役割を担っている。オカリナも振動源に関しては、同じくエアリード楽器であるレコーダーやフルートと特に変わるところはなく、大きく分けて2つの説が存在する。1つ目の説はエッジに当たった空気が楽器の内部に入ると内圧がわずかに上昇し、それによってエアビームが押し戻されると内圧が低下して、再び エアビームが引き込まれるという反復現象を発生して振動源になるとするもの。二つ目の説はエッジに当たった空気がカルマン渦を生じ、これがエッジトーン、強風の時に電線が鳴るのと同じ現象を発生させて振動源となるというものである。このようにして発生した振動に対してリコーダーやフルートの場合は管の内部にある空気の柱、気中が共振して 音が出るのであるが、オカリナの場合は、大きな空洞内部の空気が共振して発音る。この点で、オカリナの共振系は、リコーダーよりも、ギターやバイオリンに近い。大きな空洞に早い息を吹き込んでもエネルギーが分散してしまうので、細い感情の感覚器に比べて、十分な振幅を持ったバイオンが発生しにくい。このため、指穴の数と、 その開口部の面積がそのまま鬼域の広さを決定することとなり、倍音を利用して高音域を得る一般的な感覚器と比べて鬼域が狭い。ただし、空洞の形状などの条件によっては鬼域を拡張できるレベルの振幅を持った倍音が出ることもある。オカリナの音色は素材の他に空洞や歌口の形状など様々な因子に多少は影響されるが、 バイオに乏しいため、他の多くの楽器に比べると純音に近い。音高は、リコーダーやフルートの場合、エッジから指穴までの距離によって、ほぼ定まるのに対し、オカリナの場合は、ヘルムホルツ共鳴器の持つ特性から、内部の体積に対する開口部の大きさ、エッジ部の穴と、開いている思考の面積の総和によって決まり、思考の位置にはほとんど影響されない。このため、オカリナは、 指穴の位置を比較的自由に配置することができる。オカリナは、壺状の空洞という得意な共振系を持つので、あるから、感情の感覚器とは発音原理が異なっており、壺状楽器、ベッセルフルートイコール、ベッセルフルートと呼んで区別すべきでるとの主張も見受けられるが、一般的には特にそのようなことはせず、感覚器に含めている。なぜなら、 感楽器というのは、実は日本や中国特有の表現であり、英語では風の楽器、息の楽器、ドイツ語では副楽器、フランス語でも風の楽器なのであって、オカリナもこれらの仲間に間違いないからである。ハーモニカを見てもわかるように、感楽器は感情の共振系を持つとは限らないのであり、このために本でも文献によっては、感楽器と呼ぶとお酒。 ドイツ語にのっとって、水槽楽器と訳しているのである。発音原理を上位分類要素として、楽器を分類する方法である、ザックスホルン・ボステル分類においても、オカリナは、陽気系のフルートとして、深い分類要素である、形状面での得意性は認められてるが、リコーダーと同じ。 内暇ひまフルートに分類されており、発音原理に関して、リコーダーとの間に大きな差異はないものとして扱われている。日本で市販されているオカリナは、C 調、会調あるいは G 調が多い。名称はメーカーによって異なっており、右表の故障、通称は、その一例に過ぎない。一般的な形状のオカリナは、主音より二つ下の音まで出せるように作られている。 例えばアルトシー調の主音は C5 であるが A4 から回6までの音が出せるので音域は約1.7オクターブということになる。複数感オカリナには2連、3連、4連のものがありダブレット、トリプレット、クアドラプレットなどと呼ぶメーカーもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。